キラキラバケーションが来ましたね。見たま石では結果が出せないから、得意の夢みくじで引いていくぜ。石を使ってのガチャって苦手なんだけど、チケットが準備できたので挑戦です。2枚残るから期間中に毎日ログインすれば、もう10連できるな。気が向いたら石を使っていきます。3回ほど矢印が動くのを確認したら、確定演出はなかったが結果はどうだろうな。SSR が出ました。問題は何が当たったかだが、小石が出ましたね。勝ちました。ダメだからな。では何が出るのでしょうか。すまん、どうやら私が出てしまったようだ。空気の読めない魔法使いにやられました。まだ SR が残ってるから、そこに注目だぜ。やっぱり水着が欲しいところ、課金はしませんけどね。まあ無駄だからな。でも皆さんは出るまで引いてください。サービス終了は嫌だもんな。一番多い SR アリス、育成しています。なおフスアはいつリリースされるかは不明。結果はわかってますが最後まで確認。今回のピックアップ SR が出ただけでも救いなのかな。ちょっと一曲やってこようかな。御霊石の成績悪いのにか。このガチャの特徴は最初に結果がわかるところにワクワク感がないよね。だがこれが普通なんだろうぜ。残り SSR はいくつなのかわかりませんが、シーズンものは抑えておきます。結果は小石が出たのでサムネに使えるね。限りなく黒に近いグレーだがな。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。ではまだやってない曲に挑戦です。下手くそだから期待できないけどな。